全部やることね終わっちゃったの。もう明日やることも別にないの。明日で今日やること別になくて、もうねいつでも明日は迎えられる準備できてるのに、この時間どうなっちゃったんだろうね。この4時間をね、すごいの。これが睡眠ってものに当ててほしいの。睡眠聞いたことない？そう、今ねまだあんまり知らないと思うんだけど、これがね本当にストレスとかね疲れを飛ばす、本当めちゃめちゃ効果的なもので、睡眠っていうねものなんだけど、そう睡眠今日これだけ覚えて帰ってほしいの。そうだから、ね、本当に僕は今日これ以上何も言わなくて、でもこの睡眠に関してねすごくちょっと言わせていただきたくて、そう例えば、この睡眠ってものがもう何か分かんないと思うんだけど、まあねたくさん寝るっていうことなんだよね。20時間って言ったら、だって1日が24時間なわけ。1日が24時間が24時間。